さあ帰ろう三人で。私たちの家へ。家。その手を取るな、アルネイズ。取れば切る。変だぜ兄貴、さっきも一瞬追われてること忘れてたんじゃねえか。トカゲがやられたってのは本当か？はい、頭を割られて。そうか。こいつはアルネイズをさらいに来たんだ。死んでも渡すな。えい。貴様がケティルか、うん、だったらなんだ。殺す。やめてガルザル、こんなの無茶よガルザル。やめろエイナル、事情もわからないのに何する気だ。ヘビさんに切りかかるつもりなのか。事情なら分かってる。アルネイツさんの弟子が彼女を助けに来たんだ。アルネイツさんに自由になって欲しくないのかよ。欲しいさ、けど状況を見ろ。三人倒さなきゃ逃げられないんだぞ。俺が力不足なのは分かってる。だけどエイナル、俺はそんなこと言ってるんじゃない。お前に人が殺せるのか。相手が客人だろうと誰だろうと、この斧で人を殺せるのか。だって、じゃあどうすりゃいいんだよ。賢明だなトルフィン。お前らそこでおとなしく見てろよ。こいつは生け捕る。一応尋問して身元を改めねえとな。気をつけろ兄貴、そいつ強えぞ。誰に向かって言ってんだ。ボケ。生け捕れる相手じゃねえよ兄貴、殺しちまえ。やかましい、軽く準備体操してただけだ。つうかお前ら、あいつに人たち入れたのか。え、あ、いや、恥ずかしながら。あいつ手負いだぞ。怪我人相手に三人がかりで負けてんじゃねえよ。やっぱそこか。アナグマ、こいつ縛っとけ。ガルザル！すげえ！あっちゅう間に決めちゃった。